皆さんこんにちは、梅島茂です。シア順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日は質問をいただいております。はい、はい、テーマはですね、質問内容は原因を見つけることができませんというような質問をちょっといただいておりますので、はい、先生の方からアドバイスぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、いつも の, あのチャンネル登録ですね、はいはい、ぜひお願いいたします。お願いします。はい、あと内容も良ければぜひいいねボタンなんかも押していただけると嬉しいです。結構見てますからね、あれ。はい、はい、ありがとうございます。はい、であと、LINE の方の、公式チャンネルの登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日はですね、福岡県の25歳の柔道整復師さんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、土屋先生こんにちは。福岡県で柔道整復師をやっています。今年で5年目になりました。5年やっていますが、未だに症状の原因を特定するのが不得意です。お、原因がもっとは素早く特定することができれば、はい、的確な治療はもとより患者さんにも的確なアドバイスができるのではないかと考えています。はい、はい、原因を的確に素早く見つけるために土屋先生のアドバイスをいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします、というようなですね、いただいております。はい、どうでしょうか。まあ、原因を見つけることができないというふうに、まあ、ざっくりですけどこの方はおっしゃっております。私も原因が何だろうなっていうのが時々あるんですけども、うん、でそういった患者さんとかの場合はもう専門の方にお願いして、うん、もう白旗あげて、っていうので、年に何件かこう、エクスファイルっていうか、カルテをちゃんとそういったもう分かんないものっていうので、はい、もう、諦めちゃうっていうのもあるんですけど、あ、で、多分その、ことと、彼が多分悩んでるのは、ちょっと次元が違ってて、はい、多分、原因が分からないっていう、うん、そもそもの、うん、構造みたいなのが、うん、すごく単純化されすぎちゃってるとか、あ、まだもしかしたら基礎の基礎である1たす1さえも知らないっていう状況だと、うん、原因は何だろうなっていう大元の知識がないと、うん、見つけられるはずないんですよ。ああ、なるほど。はい、あ、でも、この方そんな感じがしますよね。はい、まあ、年齢も若いですし、はい、まだ。であると、例えばですけども、はい、まあ、医療の関係なんで、うん、組織が壊れた、うん、でその後どんな風にして、体は修復されていくのかっていう、うん、そういった経過をちゃんと知ってるかどうかとか、うん、でその経過知ってるよっていうのが、荒いやつじゃなくて、うん、なんかの物質がこう出てきて、で出血を止めて、はい、で、その出血を止めてる間に、どんな、細胞が出てきて活発に、うん、なんとか、栄養としてはこういういくつかの栄養がこう使われながら、うん、コラーゲンができてきてどうたらこうたらって言って、はい、いうのを知ってるかどうかですよね。なるほど。そういう知識も必要だってことですよね、はい、もちろん。はい、で、じゃあ実際に組織が壊れるときはどうなって壊れるのかなって言って、うん、引っ張られたぶつかったとか、うん、すごく使いすぎちゃってるとか、うん、あるいは全然使われてないとか、供給が全然、栄養供給が全然ないからだとか、うん、とかっていうのをちょっとずつちょっとずつこう、うん、いろんな、一つずつは多分シンプルななんか理論だと思うんですけども、はい、体がちゃんとこう生活を送るための機能を維持するには、うん、すごくいっぱいいろんな、簡単な理論が複雑にこう絡み合ってるっていう、そこを抑えられないと、はい、多分原因は分かんないと思います。なるほど。はい。じゃあ、ちょっと結論になってしまいますけど、ある程度の経験とやっぱ知識は必要だってことですよね。原因を特定するには。そうですね。だから知識はもしかしたら国家試験受かってる方なんで、うん、昔、まあ、まだ5年目か。はい、5年前には、はい、一応はちょっと入ってるはずなので、うん、それと実際の臨床で、の経験のところで、うん、それをすり合わせたりとか、うん、あるいは原因はこれだっていうね、仮説を立てた時に、うんうん、治療をこう当てはめた時にうまくいったいかないっていう経験を、何度繰り返してるかとかっていうのになってくるとは思うんですけどね。なるほど。はい、今先生おっしゃられた、仮説を立ててみる、仮定してみるっていうのが、はい、さっきの前振りの冒頭にもちょっと、はい、おっしゃられましたけど、はい、そこ
って結構大事なんですか？大事です。仮説立てない人多いんで、ああもう、あの、打撲、圧迫で何々するっていうのも、うん、イコール式で常に同じ治療しちゃうから、うん、ああそれじゃなくて、うん、もっとちょっと細かく、うん、より、まあ、早く治すために違う工夫をしてみるとかっていうところで、おそらく、もしかしたら、まあ、打撲で組織損傷してて、うん、で、急性期って言うんですけども、まあ、はい、もう、昨日打撲して、うん、で、まだこう、まあ、常識上圧迫した方がいいよってなってるけども、うん、待てよ、ちゃんともっと循環を良くして、うん、で、温めて動かしてとかっていうのをやると、うん、もちろん炎症も出てきちゃうけども、それ以上に排出を良くしたらどうなるかなとかっていう工夫をすると、はい、うまくいくときとうまくいかないときももちろんありますけども、はい違う治療ができるわけですよ。そうですね。はい。で、自分で工夫した治療をしだすと、うん、ちゃんと結果がうまくいったいかないっていう比較ができるので、うんうん、そうですよね。はい。そうすると、より知識も欲しくなるし、はい、引き出しとしてのスキル、テクニックも欲しくなるし、つって広がっていくと、うん、だんだん自分の中で、うん、こう体系化されてきて、はい、で、体系化されてくると、うん、原因って結構見つけやすくなってます。なるほど、はい。そうですよね。僕も今お話聞いていて、それって他の業界でもそうなんだなと思いますんで、はい、そう、やっぱ自分で経験したことってすごい、もちろん自分の中で腑に落ちてますし、やっぱ応用しやすいと思うんですよね。はい。はい、だから、おっしゃられた通り引き出しをいくつ持ってるかっていうのが勝負になってくると思うんですけれども、ちょっとお話に戻して、その仮説立てるっていうところ、はい仮説を立てると、どういういい影響、この原因を特定するっていうところに、どういういい影響が、やっぱあるんですかね、その仮説を最初。仮説立てるっていうのは狙い撃ちのことなんで、はい、もうビンゴで当たってたら、うん、もうピタッと結果が出ると。あ、なるほど。これまず、はい、普通になんか言われた通りにやるマニュアルと違って、うん仮説を立てるんで、うん、当たった時はものすごく結果がいつも以上にすごく出ると。うん、ああ、はい、はい。ただ、外れることもあると。ああ、まあ、そうですね。はい。はい、でもそれは、うん、仮説を立てて外れた場合は、うん、その仮説が違ったっていう新しい情報結果が得られるので、ああ、なるほど、ね。次の仮説を立てる きっかけになるんですよ。なるほど。はい。で、まんべんなく、もう、打撲イコール、この処置みたいなのとやるのと全然違うんですよ。はい、結果が悪かったとしても、はい、今度違う仮説を立てて、うんはい、違うアプローチをしていくので、うん、そうすると、次回同じようなことが、うん、目の前に患者さん来た時に、うん同じようであれば、最初から、うんこの処置はしないなっていうふうに、うん治療家として成長できるんですよ。そうですよね。はい。はいうんはい、だ何にも考えないで、決まりきったことをやるっていうのから、はい、そういった次の時は次の時はって言って、間違いがどん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 なくなっていくっていう意味では、うん、治療成果が安定してくるんですよ。へぇーあ。やればやるほど。やればやるほど。ああ。それなんかわかりますね、はいはいうんで。そこのメリットは大きいですよね。ただずっと言われた通りにやってるっていう人は、もう5年もそう考えながらやってる人と比べたらもう雲泥の差になってます。ああ、なるほど。はいちなみに先生はその最初仮説を立てるっていうふうにおっしゃいましたけども、はい、何個ぐらい仮説立てるものなんですか？一人の患者さんが来た時に。そうですね。症状にも多分よると思うんですけども。症状とかにもかなりよりますけども、はい、5個10個は。あ、そんなにですか？立てるというか、2、3個くらい原因が 1個のことなんてないので、うん、相互になんかいろんな、仕組みが影響し合うから、で、一番影響度が大きいものを潰すというか解決すると、はい、大きく、まあ、改善の方に進み出すっていう感じで言うと、はい、複数絡み合ってる要因が、はい、まあ、要因っていう言い方しますけども、うん、それぞれ、まあ、原因といえば原因なので、うん、どれからやろうかなっていう感じになるから、うん、まあ、5個10個はいつも、おー、結構ですね。これも関わってるな、これも関わってるな、こういうふうに、なるとこうなるっていう、はい、もうやり方をいくつも持ってますよね。ああ、それで一番影響度があこれなんじゃないかなっていうものからやっていくってやってみます。大体うまく治ってないっていう時は、うん、負のループって言うんですけども、うんうん、体の仕組みのところ、うん、治療経過のところ、うん自律神経のところ、うん、
あとは、重力があるので、物理的なところ。うん、で、あと、心が必ず関わってくるので、自律神経との延長で、はい、で、メンタルのところって言って、簡単に挙げるだけで5つなんですよ。で、それがさらに枝分かれしてるから、ものすごく数あるんですよ。すごいですよね。はい。で、人によっては、体を触らずにメンタルのところをやった方がいいなっていう人もいるわけですよ。そうすると、自律機能が戻ってきて、日常生活の刺激が塩梅よくちょうどいいとなってくると、うん、今度は、治っていく方に回っていくので、うん、そうすると体を触るよりも、うん、もう話聞いてあげて、で、心のケアをこうしてあげた方が良かったりとか、うん、人によっては、日常生活乱れてる人は日常生活の相談でもう的確にこう、一、うん、週間のルーティンを作ってあげたいとかっていう、うん、そこがいい人もいるし。なるほど。はい。直接触る人もいる、触った方がいいっていう人もいれば、うん、トレーニングをした方がいいとかっていう人もいるし、うんうんうん、運動の、仕方をね、体の重心の位置を変えた方がいいとかっていう人もいるし、うん、って、はい、もういっぱいありますよ。うん、そうですね。今、10個じゃもう聞かないですね。はい、聞かないですけど、ね。はい。っていうぐらいに、本当は、どんどん出れるぐらいじゃないと、うん、この方が求めてる原因はどれかななんていうふうには見えないと思うんですよ。確かに。はい、運動連鎖だけとか、もう何でもかんでも治りにくいのは、うん、メンタルだって言ってるぐらいじゃ全然浅はかなんで。なるほど。そういうことですね。で、それぞれは相互に影響し合ってるから、流派が違うとか、うん、いや、これは心理の関係だからとかじゃなくて、それぞれどうして心理と体の治ることが密接に繋がってるのかなっていう、うん、やっぱ原理原則理論を知らないと、うん、そこはうまくこう使い分けはできないですよね。ああ、わかりました。じゃあ今挙げられたのが、まあ原因をまあ見つけることに対してなんですけれども、一つはまあ知識経験もちろんそれ必要なんですけど、はい、でまあ二つ目にその仮説をじゃあまっすぐその処置をするんじゃなくて、はい、いくつかその仮説を挙げてみましょうっていうのも。おっしゃられたと思うんですけど、はい、他になんかあったりしますか？いや、もうただめちゃくちゃいいボスにつくのが一番手っ取り早いです。あ、そうですか。あ、なるほど。まあ、そばにいいボスがいないんだったら、まあ、やっぱ経験知識のあるボスは、はい、この時はこうするよっていうような、はい、やっぱり、こう、見えない、自分では見えない、うん、もう経験したあるいは理論の裏付けがある、うん、ことから元にして、うん、原因はこれだからこれにするんだよって選ぶことをするじゃないですか。そうですね。はい。で、自分でそれを見つけ出すのは大変なことなので、うん、先になんでそれを選ばなかったのとか、あ、どういう理由でこういう決定をしたのかっていうのを知ってる人がそばにいたら、うん、早く身につきますよね。確かにそうですよね。はい、効率はいいですよね、はい、めちゃめちゃ。で、すぐそばで見てくれてるわけですから、はい、欠点なんかも多分分かってらっしゃると思いますんで、はい、で、ただ、はい、いいボスも、オールラウンドの人はいないわけですから、うん、なんか肩に強いとか、急性に強いとかっていう、はい、まあ人間誰もしもそうですけども、うん、だからそういうボスを変えていくっていうのはありですよね、何年か。ああ、ありですね。はい。なるほどね。まああとボス、同じその職場っていうところもそうなんですけど、まあ外部のなんか、セミナーとか勉強会にちょっとスポット的に行くっていうのもありですよね。とか、柔道整復師でやれば、勉強熱心な人は、意外と、うん、病院とかクリニックで、柔道整復師って一応働けるので、うん、そこに手を挙げて、うん、お医者さんとか、理学療法士さんの中に飛び込んでいくとか。あ、職場を掛け持ちするってことですか？掛け持ちはあんまできないと思うんですけども、もう転職しちゃって。ああ、なるほどね。もうそこに2年、2、3年はそこで勉強するとか。そっかそっか、そういうやり方もあるってことですね。はい、ああ、確かにそれはいいですね。はい、でも体系的に教えてるところがあればいいんですけどね。あんまないから、もううち来てください。本当に、はい。いつもの宣伝になっちゃいますけど、でもそうですよね。先生のところは体系的に学べるっていうのが。そうですね。はい、特徴ですからね。ちなみにこれ先生、今まで僕聞いたことあったかな。はい。先生はそういう影響力のあるボスになんか、ついたことってあったんですか？あります、あります。それは、スポーツであれば、オランダサッカー協会の、チーフのトレーナーだったりとか。あ、ちょっとおっしゃってましたね、はい、そういうの。で、はい、向こうの総合病院の、癌に強い先生だとか。へぇ、テニスの、テニスセンターの中でやってる治療院のある先生とか。ああ。
それもオランダの方なんですか？オランダです。で、日本だと柔道整復師である技術を持った、あの、北浦和の先生だとか。へぇー。はい。あ、やっぱいらっしゃるんですね。います。何人かいらっしゃるんですね。います。で、あ、やっぱ一人じゃないんですね、やっぱりちょっと、あの、引き出しが欲しいから、ボディーワーク系の、うん、あの、この技術を持った、うん、あの人だとか。へぇー。はい。あ、やっぱ専門分野分野で。専門分野分野の中で、まあそこそこの人のとこになるべく行くようにしてますね。ああ。やっぱ効率良かったですか？そう、すぐにそういう人がいると。インソール作る人は誰々とかこうやって。ああ、はい。すぐ教えてくれますよね、やはり。そばにいると。すごい人であればあるほど、気さくですね、うん。で、熱心な人の方が、まあ私もこういう立場になってからですけども、熱心な人の方が教えたくなっちゃうんですよ。うん、ああ、なるほどね。ああ。で、やってみたらこうでした、なんて言うと、おお、そうだよな、って言って、余計もっと知りたくなりますよね。あ、先生もそんな感じですか？そうそうそう。なるほど。ただ、盗もうってギラギラいいんですけど、あの、本当に盗むって言うけども、はいはい、本当にそれを自分の商品として、でしかも、その元となったのは誰々ですって言わないで、こう、本当に盗んだままにして使う人とか、たまにいるんですけど、それは腹立ちますね。なるほど、ね。腹立つってか、違法コピーですからね。まあ、確かにそうですよ、ね。私も使うにしても、これはオランダの誰々先生が編み出したものですとか、なるほどね、これはジャイロトニックの世界でやってるものですとかって、もう大元をちゃんと示して、自分がオリジナルじゃないですよって言って、うん、使ってほしいですよね。確かに、そこにはちょっと人としてっていうところですよね。そうですね。ああ、なるほど。逆にじゃあ、それをしてくれれば先生からいくらでも。あ、全然ですよ。盗んで、はい、オランダ都市療法でとか土やからとかって言ってくれたら。はい。さすがですね。なるほど、なるほど。わかりました。はい。じゃあちょっとそろそろまとめに入りたいと思うんですけれども。はい。はい、まあ勉強せえ。まあでも、そこですよね。でも。知識経験を積まない、はい、まあ勉強しなければ広がらないですからね、はい、その知識で。はい、本だけじゃダメですし、うん、まあ純正師でももしかしたら、職場のスキルだけでっていうのは、うん、そうです、ね。しんどいですよ。やり方ちょっとうまく考えて、うん、いい、もう経験のある人のとことで一緒にやるとか、うんうん、あるいはまあ私とかアウトプットした方がいいってよく言うんですけども、学んだことを他知らない人にどう伝えるかっていう、そう伝える場所とかをね、うん、作ると、あるいは YouTube でもいいんですけど、うん、外にこう発信するっていうことをすると、はい、理解、本当の意味で理解してるっていうのは知識として覚えて、うん、それを状況、人によって合わせて、それをもう一回作り直して出すっていうことをできれば、あ、それはちゃんと理解したになるんで。はい、そうですね。アウトプットですね。はい、まあ実際その臨床の現場で、それを試してみるっていうのは最高のアウトプットですよね。そうですね。はい。で、先生もおっしゃってましたけど、それをやることによって次に繋がっていくっていうような。はい、で、どんどん原因を見つける、その、的確さであったり、スピードがどんどん早まっていくっていうようなところですよね。はいはい、そうですね。ああ。じゃあ、やっぱりアウトプットは、そうですね。やっぱ大事ですよね。はい。わかりました。ありがとうございます。それぐらいですかね。漏れはないですよね。あと、仮説を上げるっていうのも、そうですね。仮説を上げましたもんね、はい。必ず仮説立てて、あと仮説上げ、立てっぱなしじゃなくて、うん、もう終わった後に結果がどうだったっていうのを、うん、そうですよね。評価しないと。はい、評価をするってことですね。はい、あとは、まあ、勉強の仕方もできれば、いいボクスに巡り合えると、よりいいですね、っていうところですよね。わ、ね、はい、うん、かりました。はい。ありがとうございます、先生、今日も。はい。はい、じゃあ、もし、今日聞いていただいた内容がですね、よかったら、いいねボタン、押していただけると、すごい嬉しいです、はい。ボスがいない方は、公式 LINE の方から。そうですね。はい。ぜひぜひお待ちしております。はい。お問い合わせいただければ、先生が、みっちりと教えていただけると思うんで、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、先生、今日も、ためになる情報、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。